2020年東京オリンピックのスポーツクライミング競技は国際スポーツクライミング連盟が管轄し2020年東京オリンピックにおいて実施された追加種目スポーツクライミングである。なお、オリンピックのスポーツクライミング競技が実施されるのは今大会が初めてである。大会は高東区にある青海アーバンスポーツパークで複合男女計2種目が実施される。 男女20名ずつ40名が出場する。出場選手は2019年世界選手権と、オリンピック予選、大陸選手権の成績及び招待により選ばれる。男女共に1カ国最大2名まで出場できるが、開催国日本は、最低1名ずつの出場が保障されている。なお、スポーツクライミング競技は2024年、パリオリンピックでも、 追加種目として実施される予定であるが、スピード種目が独立して行われることとなったため、スピードボルダリングリードの3つによる複合種目として行われるのは今回限りとなる。選考大会では、一つの国は、本大会に出場可能な2名を超えて、出場枠を獲得できるため、出場枠を獲得した選手の中から誰を、本大会に派遣するかは、国内競技連盟。 国内オリンピック委員会が先行できると認識されており、日本の NF である日本山岳スポーツクライミング協会では2019年世界選手権の国内最上位選手を男女1人目の JOC 推薦選手とし、2人目は先行大会のいずれかで出場枠を獲得した選手の中から2020年コンバインドジャパンカップの成績により決定するとしていた。 最初の選考大会である2019年8月の世界選手権の上位7名の選手が出場枠を獲得するとされたため、男女4人ずつが7位以内に入賞した日本からは、男子の奈良崎智は、原田海、女子の野口啓大、野中聖萌が出場枠を獲得し、J メートルスカの選考基準により国内最上位選手である奈良崎と野口のみが、 JOC 推薦選手として確定した。前述の4名を除く日本選手は、オリンピック予選と大陸選手権を通じて、出場枠獲得を目指すこととなった。しかし、アイフスクは2019年10月に解釈を変更し、選考大会にて、出場枠を獲得できる選手は1カ国男女2名ずつまでと、されたため、 J メイトルスカの3名以上の出場枠獲得選手の存在を前提とした選考基準が適用できない事態となり11月1日に J メイトルスカが解釈変更の取り消しを求めてスポーツ仲裁裁判所に提訴したことを発表するに至った11月から12月にかけてフランスのトゥールーズで開催されたオリンピック予選では男子の藤井会奈良崎明智 女子の伊藤二葉、森明綾が、いずれも、出場枠獲得圏内に入ったが、アイフスクが公表する2020年4月30日現在の、本大会出場選手リストでは、日本からは、奈良崎里志、野口の他に、原田、野中が掲載されており、日本代表選手は、世界選手権の成績のみにより選出された状態となっていた。2020年12月、 J メートルスカは上実の J メートルスカの選考基準に基づき代表選考を行う請求が CAS により棄却されたことを公表するとともにアイフスクの選考基準解釈に従い2019年世界選手権で7位以内に入った日本人選手男女の上位2名の選手である奈良崎里原田、野口、野中を JOC への推薦選手とすることを発表した 複合種目はスピード、ボルダリング、リードの各種目の順位の席により順位を決定する。予選の上位8名が決勝に進出する。予選のスコアは決勝には持ち越されない。スピード種目は高さ15メートルの壁を登る速さを競う。予選では競技を2回ずつ行い良かった方のタイムにより順位が決まる。決勝では1対1の対戦による トーナメント形式で1位から8位の順位をつける。ボルダリング種目は高さ4メートルほどの課題の壁を、課題ごとの制限時間内に、いくつ登れるかを競う。順位は頂上まで登ることができた課題の数や、半分まで登ることができた課題の数などにより、決定される。リード種目は、制限時間内に高さ15メートル以上の壁の、どの地点まで登れるかを競う。 一度しか挑戦できないため落下した場合はその時点で競技終了となる。予選のスピード種目ではミケル・マウェムが5.245秒のオリンピック記録を樹立した。ありがとうございます。